はい、こんにちは。ブラックスクワット、アウトスキートでチームデスマッチ、プレイしてきます。使う武器はね、M4 ですね、今回も。最近の安定銃の M4 カスタム、GLMTP。これ使ってますね。今、使用率一番高いかな。ヘッドショット率が 40% ちょいぐらいで、今、こいつが旬ですね。まあ、MDR も強いんだけども、M4 が最近使いやすくて。これ、ヘッドショットがね、やたら出るんだよね、最近は。まあ、頭ばっか狙って今回もプレイしてくるんですけども。さあ、初動は人数が少ないかな。これね、クイックマッチでプレイしてるから、なんかたまにね、最初の方人数が少なかったりするんだよね。まあ、多分3対3ぐらいかな。お、増えた。4人。ちょっと後ろからヘッドショット。結構ね、遠距離でも3発ぐらいのバーストでヘッドショットすることができるんでね。最近ずっとこればっか使ってますね。おっと、振り向き。あー、エイムがちょっと定まらない。最近はね、これ以外でもなんかアイアンサイトっていう別の FPS もプレイしてて、あっちはなんかコールオブデューティーみたいな感じなんだよね。ただ、あっちは極端に人が少なくて、なかなかね、マッチングしないんだよね。で、フリーフォアオールがあるからね、どっちかとフリーフォアオールを多めにやっていきたいんだけど、なかなかプレイするための人数が集まってなくて。で、まあ、待つのがね、めんどくさいんで、結局、切っちゃったりして、あまりプレイはしてないんですよね。さあ、頭抜いて、上から撃っていく。3人抜き。さあ、マルチキルして、相手陣地まで攻め込んでいく。さあ、頭撃ったぞ。もう一人。さあ、このね、3点バーストくらいでヘッドショット出すのが一番楽ですね。まあ、頭にはね、2発当たれば、ヘッドショットにはなるんで、一回退避して、スモークごまかす。グレネードってごまかして、上から撃っていこうとするが、敵の姿が見えない。どうしよう。ちょっと回るか。ちょっと遠距離めに戦おうかな。ここから入って、一人やっていく。もう一人。さあ、リロードして。最後のワンマガジン。ああ、多かった。なんかここ最近はあれなんだよね。あんまりアップデートがないですね。なんかそろそろ武器っていうよりはマップが欲しいかな。チームデスマッチのマップ。追加してほしいです。ちょっとね、最近若干同じマップっていう、ふおっと、ばっかりやってるんでね。若干飽きが来てるんですよね。おっと、ナイフも達してきてるやつに正面からぶち込んでいく。おっと、さすがに無理か。あ、よかった。お、なんか右にいるぞ。わ、びっくりした。もう一人いたか。結構人数増えて、もうあれかな、8対8ぐらいにはなってるかな。さあ、止まってる時はもう簡単にヘッドショットですね。おっと、今の判定が出なかった。リロード挟んで、右から攻めていく。おっと、グレネード飛んできた。はい、走ってきた。おっと、マジか。まあ、正面かな。このマップで、あんま右の方行くとね、スコア稼げないんで、やっぱ正面から行って詰めるのが手っ取り早いですね。まあ、チームデスマッチでね、1位取るっていうのは他のやつを出し抜くっていうことになるんでね、いかに効率よく。おっと、横向いている。さあ、なんとか頭抜いて。おっと、危ね。うわ、右か。ライブなんか、こっちが攻めてる感じになってるな。これはもしやダブルスコアぐらいいっちゃうのではないか。赤点、倒してくれた。一応覗いておくか。
よし。よし、頭抜いていく。あ、待てよ。出てくるね。ここ、ここ出てきて、ゆっくり出てきたところを、頭抜いていく。さあ、もう一人。三人目。出てこない。三人目は？あ、いた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 。うわ、やられたか。頭抜かれてしまった。50対86。武器増やすにもね、もうないよね、そんなに武器って。ここまで来たらマップ増やすぐらいしかないんじゃないか。おっと、びっくりした、後ろ。さあ、敵が出てこなくなってしまった。この辺で待機か。スモーク出して、そこにグレネード入れて、さあ、出てきたところ。あ、出てこないな。あ、味方がもう行っちゃってますね。これは暇だ。上から撃とうかな。おっと、危ない。よし、なんとか一人。よし、頭抜いた。いいね。うわ、ダメか。もうちょっとだったな。さあ、3分の2超えて、まあ、1位は頼まれてるからいいか。さあ、誰のスモークだ、これは。おっと、頭抜いて、2人目。あ、やばい。まあ、右にもいたんだよな。あぶね。ちょっと一回退避しよう。さあ、下から降りていく。下から降りて。さあ、頭をサクッと。もういいか。この辺にいりゃいいかな。この、ああ、マジか。後ろいた。いや、銃持ってなかった。おっと、目の前。そんなバカな。相当油断してますね。で、いるんでね。ああ、右に、左にも多分いる。さあ、一人。一人やって、もう一人。よし。どっちもヘッドショットが出なかった。悔しい。いやー、あの、女の人がさ、顔細く見えるんだよね。あれ、もうヘッドショット全然出る気しないんだよ、あの女の人。顔が細くて。おっと、危ない。うわぁ、ダメか。なんか、前キャラ買おうとしてて、まだ買ってないんだよな。おっと、危ない。おっと、右。同打ちしてしまった。あー、弾がない。さあ、後半。あと15キルのうち、私が何キルできるか。味方がやられてる？さあ、出てくるか？下にいるんだよね、今なんか、赤点が。おっと、危ない。なんとかフルオートでヘッド出して。一応リロードかましておく。いた。はい、後ろからヘッド打って。あの、顔の細い女の人のヘッドショットをして、さあ、左か？いた！おっと、取られる。うわ、危ない。なんだこれは。すげえいるんだけど。うわ、なんとか一人やって、あ、終わってしまった。はい、なんか結構、なんか5割以上ヘッドショットしてた気もするけど、M4 でした。最近やっぱこれがね、強いっすね。使いやすいんだよね、M4。まあ、逆に MDR 使わなさすぎてね。さあ、こんな感じ。モストキル。文句なしの1位ですね。はい、武器ランキング。1位が M4 なんだよね。ヘッドショット率が40で、まあ、2位とね、4位が MDR と CZ で安定銃ですの HNK416。まあ、これもまあちょっと癖あるけど使いやすい。MP7 でしょ？ヘッドショット一発系がね、6位、7位、10位にいますね。だいたい4割、5割のヘッドショット率。他はもうほぼほぼ使ってないね。やっぱりね、この1位と2位と4位が安定銃だと思うんで、おすすめします。